今回はこれからトンプー戦打ってきます。麻雀いろんなルールあるんですが、私の大好きな種目4人麻雀トンプー戦です。町に来ておりまして、3人麻雀3ベッドで4人麻雀トンプーを始まったそうなんですよ。この3ベッドは綺麗で接客も良くてサービスの質が高いんですよ。3ベッド、この町の3ベッドは3人麻雀でついてるんですけども、4人麻雀でのセットもできます。そして最近ですね、あの4人麻雀トンプーも始まったということで、今からチャレンジしていきます。ゲームのコツとしてはやっぱり仕掛けですね。今日はワイシャツなんで、あのメンバー時代の戦闘服の気分ですね。今から実戦やるんですが、初めに簡単に条件付きトンナー戦のルールご説明します。完全順位戦のアレルールです。親はテンパイレンチャンで、赤が3枚と金が3枚入ってます。マンピン層に各1枚です。今日はイベントで各7に虹が1枚入ってます。赤が1枚で金が2枚になります。虹が3枚になります。上が非常に強くなりますね。トンとチャーがバカ勢になります。トンプ戦の特徴です。一本馬が1500点です。5万5000点以上でコールドです。オープンリーチがありです。非常に打ちやすいスタンダードなトンプ戦ですね。では今から頑張っていきます。これよりトンプ戦の解説をお送りします。ピックアップした曲をお届けしていきます。当院曲はなんちゃスタートでドラゴンピン。一巡目にバカゼのシャが重なりました。手牌は4トイツあって、両面ターツがあります。二巡目に親が切ったチーピンからポンして厄配バックで進めてきます。ハクとシャのダブルバックです。イースをポンして2風浪目、厄配のシャンポンと両面のイーシャンテン、すぐにハクをポンすることができて転敗しました。3風浪をして、イーハン40分、1300点の両面転敗です。現状は1300の両面転敗で、転敗中に考えていたのが、シャーのポンをするかどうかです。1300の両面転敗で、急走が狙い目です。八王子杯で、両面で非常にいい街。下茶が単八王子掛けで、狙いそうな杯です。1300から打点は8000になります。ヤクヤクトイトイの8000点敗。洋風炉の肌が短期になるので、街は非常に悪いです。ポンしてのチーソー短期を考えていました。この日はイベントで、7には虹が各1枚入っていて、上がれば3枚になる非常に強力な牌です。ですが、下茶に単尿仕掛けが入っていて、バカズマシャーはスルー寄りで考えていました。この局は、下茶が勝負したローソーでノー上がり。厄介のテンパレで1300の加点です。ポン2局、親番中でドラが3ピン。手牌は3元牌のチューンが統一です。お高ずから切っていきます。マンズでカンチャーの多発ができました。八王子牌を整理していきます。そして、チューンを1泣きして役を確定させます。ソーズでジャントができて安定感ができました。多発が1つ足りていません。カンリャンマンをチーして2風浪目。手牌はリアンシャンテンです。マンズをカンチャンでチーして、リャンカンの受けを残します。リャンメンの受けを残します。ソーズのメンツが完成して、1500のイーシャンテン。赤ウーソを手に残します。縦に重なるか、カンチャンが埋まれば転敗です。リャンメンターツができて、受けは広くなりました。リャンメンとカンチャンターツがあって、ジャントのないイーシャンテン。マンズのメンツが完成しました。トイメンが切ったパーマンに合わせ打ちます。とりあえずの6万短期、1500点の転敗です。自順に1枚ギルの難を持ってきて入れ替えます。自敗短期にして、すぐに下茶から上がることができました。チュンで1500の加点です。トン2局1本馬、親番中でドラが2万、ペンチャンから払っていきます。トイツが4組とカンチャンの受けが3箇所あります。ハクを1泣きして、役を確定させて進めていきます。マンズでメンツが完成しました。上茶と下茶に仕掛けが入っていて、共通安牌の急走を残して、危険牌から切りました。そして数ピンを泣くことができて、2風浪目。ハクで2000点の転敗です。パーピンを切ると、下茶が両面でチーして2風浪。自順にドラをつもげりすると、さらに泣きが入りました。下茶がドラポンで、マンガン確定です。数層をつもげりします。これもかなり危険な牌ですが、ロンの声はかからずに通り抜けました。トイメンは金ウーピンを切って転敗の子です。そして、虹のチーマンを積もることができました。3枚折りになります。1300は1800オールの3枚折る。
気持ちいい。この気持ちよさがトンプー戦の醍醐味です。次のゲームをお送りします。トーン一曲ペーチャスタートでドラがトーン、手牌を開けるとバラバラです。ターツもメンツもありません。なんとチーサンプトーです。手牌にアンコシュンツ、ターツがなくて統一が一つだけある状態です。大質までターツができなければ役満のお店もあります。トイメンが切ったチュンを一撃します。シーサンプトーからのチュンの一撃、役を確定させて進めます。手牌はバラバラですが、とりあえず役を確定させました。ターツができればポンチ可能です。マンズでペンチャのターツができて一歩前進です。役牌を切り飛ばしていきます。ツも言いそうで二つ目のペンチャができました。手牌は2で進んで1000点のスーシャンテンです。両面ターツができました。これで3シャンテン、下茶の親からリーチが入ります。さすがに間に合いませんでした。現物を切って檻に回っていきます。ターツを抜いた後に自牌を切ります。ドラのトンが重なりました。うまく回ることができれば満貫の可能性もあります。この局は上茶が三蔵を切ると親のペン三蔵に報酬、リーチ1ペーコードラで7700の横移動です。オーラスになりました。2万5000点持ちのままで現状は3着です。親番中でドラが数万で、トイメンが37500点、下茶が36600点です。満貫で上がり2着で積もればトップまであります。手牌はいいシャンテンです。カンパーピンとノベタの系があります。虹のチーマンが浮いている形、リーズもいいペークを取らなら4000オールで条件クリアですが、カンパーピンが場に1枚打たれました。ソーズが3面ちゃんの形になって、虹のチーマンのくっつき狙いでチーピンを切ります。アリアン面と3面ちゃんのいいシャンテン、マンズが重なってもテンパイします。裏めってしまってピンズをそのままつもぎりします。自順にチーマンが重なってジャントができました。リーチをかけます。面ピンにじにじの三面ちゃんです。12000点のテンパイです。積もれば4000オールで逆転です。この局は上茶のラス目が勝負した急走で上がることができました。面ピンにじにじ、裏皿をめくると6番が眠っていて裏裏となりました。面ピンにじにじ裏裏、18000の上がりです。運よく裏が乗ってこのゲームは逆転トップを取ることができました。トーン2局なんちゃでドラが9万です。手牌は赤を使った両面ターツがあって、カンちゃんが3箇所とペンちゃんが1箇所です。赤ウーソが重なって自牌を合わせ打ちします。ソーズのメンツが完成しました。1枚切りのチューンを切ります。マンズのメンツが完成してイーピン切り、イーマンとの比較ですが、スーピンを持っているので受け入れをフォローすることができて、つも両マンの場合両面ターツができます。両カンが埋まってメンツが完成、いいシャンテンになりました。ペンちゃんと2枚使いの両面のいいシャンテン、ピンズでカンちゃんの受けができて単野を狙います。余剰牌の危険度よりも両蔵が重なった時の単野の可能性を残しました。単野を赤さんのいいシャンテンです。亀茶が切ったパーソをチーしてテンパイに取ります。カンチーピン待ちです。単野を赤さんの8000のテンパイ、親からリーチが入ります。リーチ宣言牌の金ウーピンをカンチャンでチーしてパーピン切り、ピンズの形を食い伸ばしてスッチーピンに受けます。金を晒してタンヤを金赤さんのテンパイ、カンチャンから2枚になって3枚から5枚の手になりました。金は2枚になります。赤は上がれば1枚です。この局は下茶のリーチ宣言牌のチーピンで上がることができました。親からもロンの声がかかります。親が7700で私が8000点、15700点のダブロンとなりました。シャーチャでドラがウーソーです。手牌は金が2枚と赤が1枚あります。3と1あってタンヤをドラさんの漫画が狙いそうです。マンズが重なって並びトイツになりました。4つ目のトイツでチートイツのリアンシャンテンです。ピンズが重なってチートイツのイーシャンテン、短期になった時に上がりやすい自牌を残します。ピンズのメンツが完成しました。トイトイやメンツ手の可能性も追います。マンズが並び統一でメンツ手も追いやすい形です。トイメンの親からリーチが入ります。無筋を掴んで現物のウーピンを切ります。数万がアンコになって数アンコのイーシャンテンになりました。
ションパイを勝負します。そして、親が切った、老僧ポンして、筋になった、三蔵切りで天敗。単野をトイトイ赤金の、ウーマンパーマンのシャンポ待ち。積もれば三個がついて晴れマンです。この曲は、親がつまがり、リーズもチューンで、2000オールの上がりです。最後の一曲をお届けします。トーン一曲、シャーチャレドラが一品、一本場です。手牌を開けると、マンズで10枚あります。第一つぼもマンズで、3面通完成しました。本一や鎮一が狙いやすい形です。ピンズの孤立牌のくっつき天牌を残します。3ピンにくっついての天牌でも、1300は2800からの上がりになります。さらにマンズを引き入れて、マンズの染め手を決意しました。イーマンを積もって、メンチンのイーシャンテンです。リャンマンをポンテンに取ります。ワンフールをして、イーマンリャンマンの変則の二面ちゃん、自分でポンしているリャンマンと、イーマンの天牌。8000は一本まで9500の天牌です。ツモチーマンで、マンズの形が伸びて、五面ちゃんに変化しました。リャンウーパーマンスチーマンです。代表的な五面ちゃんです。天牌を入れて、ほどなくして、パーマンを積むことができました。2004000は、2500、4500の上がりです。6時間打ち終わりましたので、最後成績発表します。今日は3ベットのトンプー戦、16回打ちました。1着が4回、2着が4回、3着2回、4着が6回です。6月1日から始まったそうですね。通常のこのありありの3人麻雀、フィーバーリーチがある3人麻雀とトンプー戦打つことができますので、僕の YouTube を見たとお店の方に伝えて、よかったら遊んでみてください。それではここで動画を締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ホリホリ TV をご覧の皆様、どうも、荒木です。今日は楽しんでいただけましたか？町田でお待ちしてます。